では、どうぞ。失礼します。今宵も、一人の資源者が、己の野望を胸に、とらえと、挑む。では、まず、ご経歴をどうぞ。名前は田村孝太郎。三十五歳、えー、高知県出身です。 えー、最終学歴は専門学校卒業、えー、現在の職業は、えー、株式会社代表です今回の希望金額と出資形態を教えてください希望金額は200万円出資、えー、形態は、えー、投資とお願いしますあなたが思い描く未来の姿は今までにないよさこいチームを作り虎の皆さんと一緒に高知の夏を盛り上げたい あのその思いを金に変えろでは田村さんこれまでの経験聞かせていただけますか専門学校を卒業した後にですね、えー、高知高知の病院で来ましたその病院でですねよさこいに出会いましたで、えー、そこから病院を辞めるまで10年間ほど、えー、よさこいを踊り続けてですね その後にデイサービスの会社の方に変わりましたその後1年間デイサービスの管理者を経験した後に株式会社アトラクトを設立しデイサービスを今を運営しておりますそれでは今回のプランを簡単に教えてください企業協賛とグッズの販売利益の、えー 販売利益を取らの皆様にお返しするというふうになっております。投資以外にですね、もう少しちょっとお願いがありまして、えっ、ー、と早会の楽曲への参加、あともしよろしければ当日への参加もお願いしたいと思っております。で、楽曲への参加。 者と、えー、当日参加者、パーセンテージも違っておりまして、各局への参加の場合は、えー、グッズ販売と協賛利益の35％、えー、と当日参加していただいた方には、えー、企業協賛グッズ販売の50％をリターンさせていただきたいと思っております。えっとちょっとここまでのところで、多分視聴者の方があの田村さんのね、はい、あの会話で少し。 あ、何かあの言葉的にっていうのがあると思うので、一応あの、うん、視聴者の方のためにもお話をしときましょう。はいはい、えっとどういった病気を今お持ちなんでしたっけ？はい、えっ、ー、と外転性、えー、痙攣発症障害といいます。で、声帯がこううまく閉じないっていう感じで、今みたいに気が抜けちゃうことがあるんですね。うまく喋れるときは喋れるんですけど、今ちょっとどうしても緊張しちゃってるので。 あの聞き苦しいこともあるかと思いますが、申し訳ございません。これあの、公天性なんですよね。大人になってからですか。か、はい、何歳の時にえと？えーとですね、三十歳ぐらいですね。三十、うん、歳ぐらいの時に、原因とかは？いや、原因が不明なんですか？はい、不明なんです。よさこい祭りって、何月にやるんでしたっけ？毎年ですね。高知県は八月の九、うん、日、十日、十一、十二があります。 9日と10日は前夜祭、後夜祭というふうになっておりまして、まあ本祭は、えー、10日と11日になっております。今回田村さんがこのお持ちになったのは今年のよさこい祭りではない,、はい。ではないです。来年以降の、はいはい、えっと3年間っていう感じ、ね。そうです。20えっ、ー、と24年からの3年間になります。うんうんうん、なるほど。そこで出場されて、はい、どんなことをされたんでしょうか。まずはですね。 SNS で視聴者公募方ということでチーム名でしたりとか楽曲チーム T シャツあと,、えー、と踊りくさんもですねそういったものを SNS で募集を,募集を募っていきたいと思っております。今までよさこいチームっていうのは、まあ、本番当日にこう踊りを見てくださいみたいな風潮なんですけども私がやりたいチームはですねもう事前に、えー、と一部の踊りを、えー、SNS で上げて とといいううふうにしたいなと思ってます,です、まあ、その人としてはですね、えー、と例えば高齢者とか子どもさんです病院から出れない子どもさんとかテレビを見ながらでも参加できるような、えー、形をとりたいなというところが一点と踊りを覚えてもらって当日見に来ていただくというところも、まあ、ちょっと人として含んでおります。 この挑戦はどうなったらこう成功できたっていうふうに言える挑戦なんでしょうか。僕が想像しているイメージでは、あのこのえっ、ー、とトの皆様がチカタシャに一緒に登っていただいてですね、で歌を歌いながらですね、あと掛け声をしながらお客さんがこうえっ、ー、とリターン用のこう T シャツですねグッズの T シャツを着ていただいてこう下から応援していただいているような図を思い浮かべてます。それが。 みたいいなという,ふうに思ってますこのよさこい祭りって多分高知県や高知市がなんか運営されてるのかなというふうに思うんですけどもそこでの、はいまあ、いわゆる、えー、と田村さんの、はい、関係というか今までもこういったイベントとかに出て、はい、こういう出店とかしたことあるのか。 なんか、そこのつながりのところも聞いてもいいですか？証拠会議所が運営してるんですけども、そことのつながりは正直、全くないです。私が以前に勤めていた病院で出したよ。そこ一チームが発端にはなります。でそこで、まあ、十年間携わらせていただいて、ね、すごく楽しく。 ですよね。仲間とこうとも、えー、に時間を共有するっていうところはすごく忘れられなくて、で今回また自分でも立ち上げたいなというふうに思いました。なんでそもそもなんですけど、はい、この予さこいをやろうと思ったんですか？その病院でやってるから先輩が一緒に踊ろうよっていうふうに言われたんですね。で、あの全然踊れなかったんです僕。あの踊ったことがなかったので、1年目はですね、あのいわゆるこう 組っていうんですけどまあその踊りをその皆さんの時間内に覚えれないのでその時間内が終わった後にまた残って踊るという組だったんですねそこでまあほに悔しい思いをしながらけど一生懸命練習するとだん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 上手になってくるこれがすごく楽しくってですね本番にほ本当にみんなと同じ動きで踊れてるなっていうのを思ったんですそれがすごくこう忘れられなかったといいますか。うん、で、えーと 皆でお酒を飲みながらね、行動るっていうのはすごく楽しかった思い出があります。前勤められてたところの、はい、どどういう人、生徒、あのあ患者さんとかも。いや、えー、っとですね、それは職員ですね。ね職員さんがおって、はい。はい、そうです。なんか高知出身じゃないので、はい、多分文化なんだろうなって思うんですけど。うんはい、なんかその高知の皆さんだとか、はい、まあ、あの。 そうですね、あの田村さんにとってどういうものなんだろうかっていうのがなんかいまいちこう、はい、イメージがしきれないのでこう言ってこういう感じなんですよねっていうのをもうちょっと具体的に伝えていただけたらなと。はいはい、本当に一言で言うと、まあ、大人の青春かなと思います高校の時ソフトボールやってたんですけどその時にこう感じたこう仲間とのつながりとか勝った時のこう喜びとか。 まあああいうのがまた思い出せるような感じがすると思います。実はあの生まれたのコーチです。え？あ <laughs> のコーチって見た瞬間まあちょっと興味あったんですけど。はい。はい、人材派遣ネクストスタッフサービス代表森隆一。働く人々の心をテクノロジーの力で見えるか新卒採用200人計画を進め事業を拡大。年間売上は70億円に上る。1万人との面談実績を持つキャリアデザイナーのトラワー志願者のネクストビジョンをどのように描き出すのか？か 生まれた時だけなんですけどね里帰り出産さんで,でちょうど確か坂本龍馬の生誕150周年に生まれて坂本龍馬の竜王と確か龍一って名付けられたらしいんですけど高知すごい磯見ではちょっとなんか応援できることないかなっていう、まあ、そういう気持ちで今まず話は聞かせてもらってます。ははいいいいいいありがととうございますすすいいこででよね、はい、本当に人も温かいですし あの食べ物も美味しいですし、うん、カツオとかはい、はいはい、美味しいです。はいね、いや森さんあのなんかねゆかりがあるんで、そうです、ね、もしお手伝いできるのであると、お金積んだらちょっとあの緊張がほぐれていいんじゃないですかね。<laughs> ねじゃあ、あの百、ー、<laughs> まず協力します。<laughs> 半分ははい。一 <laughs> 束はあれですよ。十万なんで。三四五六七八九十ですね。はい。 じゃああの半分協力まずありがとうす。ごいちょっとあのこの間の配信で人気がだいぶ増したではいもうコクだしですし出しキャラに協力します。もうこれ一気に緊張感でたくさん繋なうように見えるし。前がいい。はいということで森さんから100万出ました。はい大きな声で言うことじゃないけどね。コーチの夏をよさこいの力で盛り上げたい。 志願者の信念を受け止め快走走トラが動く序盤戦盛り上がりを見せるタイガーファンィング一体どう新鮮イエローキャブフランチャイズ加盟店大募集詳しくは概要欄からこれあのもう一回整理したいんですけど、はい、このトラの方々から200万円というお金が出たら、はい、それを元にして、はい、グッズを作るんですか、はい ええとですね。いや、ええー、と、スクッツだけ、ぐ、 とグッズだけではなくてです、ね、うん、その、えー、必要経費のうちの200万円を使わせていただくというふうになってます、まあ、トータルで600数十万かかる中の必要経費として200万使わせていただいて、はい、でもこの200万の投資に関しては、融資ではないので、はいはい、グッズが売れたときに、このパターンの時は35%で、このパターンの時は50%お返しするっていう約束をすすするっていいうう意味ででよねはいはい、そうです、はい、皆さん、よさこいって行ったことある人、いますか行ったことないです友達があのチーム持って 自家車も乗ったことあるんですけど正直この金額でできると思えないんですよねその友達の話を聞いてるんで実際この見積もりって結構僕の知ってる感じだと半分から3分の1ぐらいの金額でなってるんですけどこれなんでできますかね私もちょっとチーム営に一回だけ携わらせていただいたことがありまして。 で本当にこうお金をかければかけるほどどんどん豪華なものはできるんですけども必要最低限の経費でやればこれぐらいで収まります。あとこの楽曲を作成するとかがなんかいまいちわかんないんですけど、はいはい、これはこのウザコイで踊る音楽をレコーディングするってことですか？はいはい、楽曲自体はえっ、ー、と SNS でこうし交うかと思ってます。二十万円を賞金にしてですね、でそれで楽曲をえっ、ー、と 応募していただきます。で、その中から四曲にえトラの皆さんに絞っていただきます。その四曲からまたそれをですね SNS でえっ、ー、とどの曲が一番いいかというふうに決めますで。その決まった音源に対してトラの皆様に歌を入れていただいたりとか、歌が苦手な方はですねこう書き声というのを入れていただきたいと思っております。今おっしゃったことが、はい、トラの楽曲への参加っていう意味ですか。はいはい、そうです。曲を作るとか。はい。 っていうのはまた別の人間に任せるはいそうです要は歌い手としてとか掛け声を出す人間として参加をしてくれればいい,、うん、い,いということですかはいそうですで実際に自家多車乗った時もですねマイクがあるんですよ自家多車でマイクを持ってその声入れしたパートですねそこう歌っていただいたりとかまあ、もちろんボーカルも流しますけども、うん、歌っていただいたりとか、まあ、掛け声を出していただいたりとかっていうのもやっていただきたいなと そんな集まりますかね。そんな簡単に楽曲でできます。そうですね、一応ですね。僕はもう元々講師で音楽をやってたんですけども。そのまあ仲間に募ると、まあ多分あのう、曲ぐらいは多分。なるくると思います。じゃ、まあ、そちらで保険もありながら、こう盛り上げるために S. N. S. 公募しますよ。はい。でやるってことですね。はいはいはい、はい。そうです。グッズ販売と。はい、あのまあ。 そうですね販売利益の35%はい、50%っていうことなんですけど株式会社アドヨス代表高澤優希イスラエルの大学院で学んだ後広告業を主軸にビジネス展開一人会社を年商数億円規模まで育て上げる実績を持つモットーは責任ある自由人誰にも縛られない発想でタイガーファンディングにパラダイムシフトを起こす 販売利益の35%はい、50%っていうことなんですけど収支表をちょっと理解したいんですけど、はい、1>, えっと1年目が最終的な利益が300万ちょっとぐらいっていうことですはね。2> はいはい、で2年目3年目が、えー、185万円。はい、これは年年年目目目とそして2年目3年目がこう ちょっとこう差があるのははなぜででうか、はい、これはですね1年目はですね虎の皆様が自家庭て乗っていただくという想定で組んでおりますでそしたらやっぱりグッズ買いたい方も多いんじゃないかなとか思いましてはいそこでまあちょっと令和の虎っていうすごいコンテンツがビッグネームですので、まあ、そこで買っていただける方も多いのかなとはい。 まあ利益がちょっと多めにされているってことなんですね。はいはい、す,、はい、すっごい意地悪なあの言い方を今から、はいはい、しようと思うんですけど、<laughs> はい、<laughs> えっとですね、歌を作ったり、はい、T シャツを売ったり、投資をする以外にすごいこう、はい、トラが稼働することが必要になってきますよね。それによって一年目がこのぐらい、二年目三年目がこのぐらいで、はい、まあじゃあ合計がえっと六百八十万円ぐらいですね。はい、この三十五パーから いっても50%ってなると、はい、投資額が200の中で、はい、あんまりすごい稼働するんだけど、はい、あんまり儲からないかなって思うところもありますよね。本当に最低限の計算にしてますで、えー、と自分自身でもあの、えー、と T シャツとかタオル販売っていうのはもう本当にもう居酒屋巡ってでもですね半分は売りに行こう。 は思ってます同じこうした行為を作ってくれる仲間もいますので仲間たちにもですね協力をして T シャツ500枚、えー、タオル300枚という感じで書いてますけども虎の皆さんの力を頂かなくてもまあできるぐらいの数字かなというふうに思ってますのでもちろん虎の,の皆さんに加わっていただきましたらもっともっとこう 上積みは出てくるのかなというふうには思ってますこのよさこいの私ちょっと業界が多分お二方詳しいと思うんですけど190ぐらいのチームが大体こう参戦されるんですよねはい<で>そうですこれはこう事業としてみんなこうすごい金額をかけて参加されるものなんですか大体共産 CRS 活動ですねどっちかというと企業の100万人とか来るんですかそのイベントは、えー、めちゃめちゃ来るめちゃめちゃねなんか今サイト見てたんですけどはい コロナででなかかったんですか2020年と21年かが札幌中止になりまして21年がまあ復活はしたんですけども、まあ、やっぱり規模縮小ということで普段でしたら僕も見に行ったんですけどもやっぱりこう地方車がどん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 こう来て札幌市もどん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 流れていくのがですね一チームが行ったら来なかったりで待つ、まあ、時間があったりとかしてちょっとあ やっぱり木を縮小すると、こういうふうになるのかというふうに思ったんですけど。まあ、でも、本当に、こう、元気になってきているなっていうのはありました。原宿とかでもやってますよ。毎年。え、はい、え、そうなんですか。えー、えー、知らない。でも、札幌とかもあるみたいなね。はい、ちょっと調べたら、各地にあるんだなあっていうのは。はいはいえー、札幌も、えっ、ー、と、原宿も、もともとの、えっ、ー、と、ベースは高知なすごいなんですね。はい、一番歴史が古いな高知県です。ーいや、面白そうだな。 なんか経歴的にエクシア株式会社代表宮本セラ業界発の低学生短さと高い効果を兼ね備えたホワイトニングをフランチャイズ展開店舗数は日本一スタッフ一人一人と向き合いブランド化する育成論で他を圧倒するホワイトニング界を牛耳の令和の女帝参戦志願者の秘めたる思いを引き出し輝きに目を光らせる経歴的にあの会社起業されてると思うんですけどはいなんか ここのよさこいに対しての思いとこの事業に対する思い、はい、何か重なる部分あるんじゃないのかなと思ってんかどうしてこの起業されたのかなんかも聞きたいなって思うんですけど、はい、起業したのがですね、えー、と、まあ元々 あの僕あのさっき言ったんですけどデイサービスに勤めてたんですねデイサービスでこう理学療法士なリハビリするじゃないですか体を健康にしなきゃ体を健康にしなきゃと思ってやってたんですそしたら漁師さんからですね「いやもう運動はいいから」って言うんですねで「いやいや元気になりたいんでしょう」ってそこでずっとこう漁師さんと僕とのその思いが合わなかったんですでそこでですねえー、とまあよく漁師、えー、さんとお話しするようになってで その運動をする目的の上に何かあったんですね例えば誰かに会いに行きたいとか歩けるようになって旅行に行きたいとかもっと動けるようになってこんなことがしたいとかそこが僕は見えてなくてですね利用者さんがこう感動できるような、えー、ケアをしていきたいなと思いまして事業を立ち上げましたで、えっ、ー、とうちの株式被害者アトラクトの理念は、えー、感動を共にする居場所を提供しますというふうにしています はい、でこれ本当にすごいもですね、あの本当に終わった後に、ああよかったねって言って、もうみんなが笑顔になるんですよ。ほんで、また来年戻りたいね。このこうワクワク感とか、あのすごい希望が高ぶる感じ、それをです、ね、ぜひ皆様にこう一緒に味わってもらいたいなというふうに思ってます。<laughs> コーチはもう若い子は今年はどのチームに参加しようって毎年変わるんですよ。えー、で、それぐらいもう毎年ね楽しみにしてるもう待おこしのイベントなんで、はい、そこは僕はすごく共感してるんですけど。はい、めちゃくちゃいい話でしたね。ちょっと共感したんで、とりあえず。ありがとうございます。はい、須田さんから10万円出ました。コーチのね、あのうちの中心のメンバーはコーチ出身なんで。あ はい、結構聞くんですけど。えー、すごいね、カチキですよね。はい、コーチの男性で優しいのかな、なんか、<laughs> すごく。お話聞いてると思っちゃいました、はい、女性は結構みんなねカチキですよね。はいあのー、なんかわイゴソーダカチキって言うんですけど。あのコーチの女性は結構。 男性のケツをパンパンとやるような方が多いみたいな感じですハチキだから八個の金玉を動かすと4人の男ぐらい働くっていうそうい意味だったんだ意味は知らなかったんで奥様もそういう方ですかいや、そういともうちょっとマイルな感じ言えないですよねそれもそれで志願者の思いと練り上げられた事業計画に興味を示す虎の面々流れを作る志願者 このペースを守りきれるか、次回、後半戦、物語の結末を見逃すな。これ、岩井社長が全面的に協力しないと、そのトラ感出ないと思うんですよ。